皆様こんにちは。スプラトゥーン2前夜祭ではなくスプラトゥーンラストフェスの様子を今更後付け実況でお送りいたします。高橋です。よろしくお願いいたします。お久しぶりでございます。あおりちゃん、なんでいなくなっちゃったんだよ。僕は君のことが大好きなんだぞ。君がいないとテンションが上がらないよ。きっとヒーローモードで帰ってきてくれるって信じてるからね。あおりちゃん大好きだよ。さあ、スプラトゥーンラストフェスは以下の3つのステージで行われました。1つ目が箱フグ倉庫、スプラトゥーンでも1、2を争う名ステージでございます。2つ目がもずく農園、広くて塗りやすくて僕はとても好きなステージです。そして3つ目が好き嫌いの分かれますタチウオパーキング、こちら2でも引き続き登場しております。かなり変わりましたけれどもね。というわけで塩辛酢、最高。すいません、久しぶりにですねゲーム実況後付けですけれどもやってまいります。よろしくお願いいたします。ちょっとねあんま喋れるかどうか自信がないですね。縄張りバトル、たくさん縄張りを確保しろ、もずく農園やっていきましょう。なんというかですね、非常に申し訳なく思っております。このラストフェスの様子はですね、僕の Mac の中で、数ヶ月間放置されておりました。でスプラトゥーン2がですね、もう来週発売、来週今週ですね発売予定となっておりまして、先日土曜日ですね、スプラトゥーン2前夜祭ということでフェスがですね4時間限定で行われました。それに参加して、もちろん動画も撮ってね公開しようと思っているんですけれども、先にこの動画を公開しないことにはちょっとスプラトゥーン2の動画とか出すわけにいかないでしょうと思いましたので、今更ですが後付けで投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。さあ敵がやってきたので、バリア、このバリアもねもう2では見ることができません。すべてのスペシャルがですね一新されましたので、バリアだけでなくすべてのスペシャルが変わっております。さあ行きましょう。ちょっと自陣が塗られて、後ろから攻撃を受けたので、ここにスプラッシュボムを、これが刺さる。さすが若葉シューターのメイン武器、メインがサブ、サブがメイン、よくわからないことになっております。今ですね改めてこうやって見返してみますと、スプラトゥーンのインクの色の方がですねやっぱ見やすいんじゃないかなって僕は感じていますね。スプラトゥーン2の方がですねちょっと蛍光色と言いますか、目にチカチカする感じがですね非常に強くて、僕なんか苦手なんですよね。ちょっとね、さあ吸盤が目の前にあって敵が多分一人います。さあスパショが飛び交いますので、バリアを発動してスプリンクラーとともに葬り去ることに成功いたしました。残りは1分30秒を切っております。相手は3落ち、そしてピンチマークをつけることに成功しております。だけどこんな状況でも普通にラスト1分ラスト30秒で塗り返されて負けてしまうのがスプラトゥーン縄張りバトルの楽しみ。さあ網の上に敵がいて下から攻撃するも、これは無残にやられてしまう。ちょっと勝ち目はなかったんじゃないでしょうかね。味方センキュー。さあ、スタート地点から復活して塗り直していきましょう。残りは1分少々となっております。頑張れよ、こっから音楽変わっちゃうんだぜ。やっぱ曲もいいですよね、スプラトゥーンね2でもね引き続き曲は良さそうなので、そこは楽しみですね。まだ全てのね曲聴けてないのでこれからなんですけれども、とても楽しみです。 CD もねまた今回出してくれるんですかね、わかんないんですけど、出たら買おうかなと思います。スプラトゥーンのねサウンドトラックっていうか、あの CD なんだかんだ言ってね、いろんな時移動中とかですね聴いてる率はやっぱナンバーワンなんですよね。そのおっとスプリンクラーがあって敵がいて、ギリギリやられてしまった。やっぱスプリンクラーに足場を固められてしまうと痛いですね。そしてスプリンクラーがですね地味に攻撃力がありまして、確かあれじゃないですか、モデラーとかよりも強かった、一緒かそれよりちょっと強かぐらいだったと思います。詳しいデータ覚えてないけどね。さあボムを一つ置きまして、まだ敵がいると思います。ボムちょっと失敗したかな。さあ吸盤が飛んできて一旦引き返す、インクを貯めて多分敵が来ますので、こいつは何とか抑えたいが、どうだ、勝ったのか負けたのか。おっと、これこそファイナルクリスタルダスト、真の意味でのファイナルクリスタルダスト、完全に負けているじゃないか。真ん中も取られて、あんなとこにファイナルクリスタルダスト打たれて、かなり差をつけられてしまった。これがねスプラトゥーンの縄張りバトルの楽しいところだと思います。残り1分残り30秒で全然負けてしまう、だからこそ面白い。スプラトゥーン2でもこの面白さはきっと変わってないはず。みんなもぜひやりましょう。任天堂スイッチが売ってないけれどね。まあまあちょっとあれこういうのはやめておいて次に行きましょう。2戦目は箱フグ倉庫でございます。自分でもですねこのデータ見るの久しぶりなので、何の武器かなというのがわからないんですけれども、なんかこれは
多分96ガロンですね。96ガロン懐かしいですね。塗り拭き最強とか言われたりしておりますね。まあ、この塗り拭き最強の意味するところなんですけれども、決してあの塗り性能が最強という意味ではなくて、塗り拭きの中、まあ、塗り拭きと思われているものの中でも切る性能が高いという意味での塗り拭き最強ですね。さあ前方でダイナモさんがバシャバシャしていますので、味方と協力して撃破することに成功。カーボンがかっこよく着地。さあ行きましょう。スペシャルが溜まりました。スーパーセンサーですね。このスーパーセンサーも多分、スペシャルが一新されたことによりなくなっていると思います。ちょっと寂しいものがありますね。すぐにインクを回復でき、まあ、全てのスペシャルそうなんですけれども、おっと前方でまたダイナモさんがバシャバシャして、敵が味方が一人おりますので協力して倒すことに成功。足場を塗ってあげました。そう、自分でキルをしなくてもいい、味方と頑張って倒せばいい、それがチーム戦のいいところ。自分一人でちょっとミスしてダメだったとしても、味方と協力して、味方の方が、やってることが多かったとしても、味方と協力して勝てば、これはチーム戦だからという言い訳ができる、お茶を濁すことができる。さあスパショを放っているが、ちょっと足場を奪われてそうなので塗ってあげましょう。スペシャルも発動してあげます。こういうところはね、ちょっとスプリンクラーを置いて塗ってもらって、自分は前線の方に目を向けるみたいなことできるのがスプリンクラーのいいところですね。スプリンクラーっていうのはやっぱね、一番信頼できるサブですからね。トラップとか好きな人もいると思う。トラップとかね、他のなんかサブはね、僕のこと裏切ることが多かったんだ。だけどこのスプリンクラーだけは僕のことを裏切らなかった。こいつだけはずっと僕の言うことを真面目に聞いて、おっとシールドを展開されたけれども、ちょっと距離を離して、味方が壊して、おっとバレルスピナーかなんかが来ているか、一旦引いてインクを回復および体力を回復ですね。さあスプリンクラーをしっかり置いて、遠目からシールドを壊す。ちょっとインコと敵を倒してくれてありがとう。そしたらここにスプリンクラーを置いて、また足場をしっかり固めていきましょう。ダイナマソンがバシャバシャしていて、スーパーセンサーをここで発動した、発動しました。さあ残り1分なので頑張って攻めていきましょう。敵がちょっと右から来ているようなので、味方と協力してちょっと抑えたいところ。しかしシールドがあって邪魔でカーボンが進めない。ここで大王を吐かれるが、大王を回避、味方が一人頑張ってきてくれているが大丈夫か。一応スプリンクラー置いておいたけれども、さあ前方にスプリンクラー壊れて、左に新しいのが来たのですぐに壊す。スプリンクラーね、ほっといていいことないですが、すぐに壊しましょう。さあ、味方がスペシャル、おっと大丈夫か、ギリギリ死ななかった、生きてた、 Still alive, this is a triumph。 さあ行くぞ、左の方を塗って、前方に敵が1名2名、スパショ使え、僕はスーパーショットじゃない、スーパーセンサー使ったからな。さあ2落ちさせることに成功しました。残りは15秒、ピンチマークがついている、圧倒的差だ、圧倒的差です。さあバレルスピナーが塗っている、一旦引いて真ん中でもう守りを固めることに決めました。高橋守りを決めろ、スペシャル溜まった、使うぞ。この残りのスーパーセンサーはかなり意義のあるものだったんじゃないか。右の方から来ているが、インコをバラバラと、フィニッシュでございます。いやそれにしてもよくこんな、自分でも思いますけど、ガリガリ喋りましたね。勝っている 52.3% 対 32.5%、 まあ、多分ね、1キルもしていないし1デルスもしていないんじゃないかなと思いますけれども、勝てばよかろう、そんなもの。味方が 7-0 だの 6-2 だのやってくれたからね。こういう戦い方もあるってことだぜ、縄張りバトルはな。というわけで次の3戦目に参りましょう。何使ってるんですかね。ちょっと自分でどの動画を採用したのか、どの、おっとステージが立ち往生になりました。武器によってはかなり有利不利が生まれてしまうが、何をも、バケツである。縄張りバトルにキル武器を持ってくるか。まあ、バケツはね、どちらかというかっていうのはだいぶキル武器だと思いますけれども、僕そんなにね、バケツ得意な方でも、開始直後から、溶かされていくホトトギス、なんということでしょう、なんということでしょう。まあね、自陣に戻って塗ることができると思ったけれども、僕が抱えているのはバケツだから、ちょっと塗っていくのはあんま得意じゃないな。何が起きていたのかよくわからないが、壁塗りは得意ですね。壁塗りは得意です。あとは何でしょうね、クイックボムからのね、コンボ、あの何ですか、あの何でしょう、ネクロマンサーじゃなくて、なんだっけ、ロングブラスターネクロみたいなね、一緒の似たような使い方もで、おお今のみたいのもいいですね。クイックボムをポンと当てて、メインをポンと当てればすぐに倒すことができる、これいいですね。メインを2回およびサブを2回当てるよりも、メイン1サブ1の方が圧倒的にキル速度が速い。これはバケツのね、魅力でございます。バケツの魅力でございますよ。あんま使わないけどね、バケツ。だって難しい。おっと、ブラスターが何が来ている。ここで位置がバレてしまったので、一旦引き返します。しっかりこの
その辺も塗りつつ、さあスペシャルが止まりましたので、トルネードをファイナルじゃないけれどもクリスタルダストをぶちまけて敵が1人来ましたので、クイックボムを投げてからのメインで、逆でしたね、メインを投げてからのクイックボムで倒す。これがねバケツのいいところだと思います。攻撃力高すぎですバケツ。2でもね引き続きバケツありますけれども、サブが変わっていったと思いますので、今回のねこのバケツのようなクイックボムとのコンボは使えなくなっているんじゃないかなと思います。まあ他にねそのバケツでコラボだのなんだのとかカスタムとかわかんないけど、そういうのが出てきてくれたりしたら、もしかしたら、サブがね、クイックボムのやつあるかもしれませんけども、 そうだとしたらね、この1の方であるこれとあんま変わらないわけだから、どうですかね、同じような構成で復活するかちょっとわからないかなと僕は勝手に思っております。さあ残り1分少々となってきまして、かなり味方がねガンガン攻めてきておりまして、真ん中に敵がいないので僕も登っていこうかな、どうかな、大丈夫かな。さあ前方からクイックボム、これはリッターかなんかでしょうかね。さあクイックボムとか、なんとか成功しました。ホトトギスさん、さっきの借りは返したで、さあ壁を塗って登って、敵がいましたので、ここでもクイックボムとメインのコンボを展開してシールドを壊します。さあそして一旦引いて足場を塗って、スペシャルファイナルじゃないクリスタルダスト、ぶちまけたぶちまけた。さあどうだ、味方が一人いるので協力してこの辺を制圧していきたい。上から敵が一人やってきて、ことセンサーがついてしまう。さあどうだ、敵はブラスター、ちょっと長めですね、これは何でしょうか、ロングブラスターかラビットブラスターかわからないけれども、ちょっと射程長めのブラスターです。ちょっと勝ち目が薄いかな、どうだ、ちょっとチャージャーも来てしまったので一旦ここは逃げたいが、なんとデスルーラー、ここで渾身のデスルーラーです。なぜあんなデスルーラーを決めたんでしょうか。残り10秒ですよ、多分あそこに足場があると思ったんでしょうね。さあトルネードが来ましたので、これをボムで塗り返して、敵が1人入ってきてるんで、これもクイックボムとのコンボでやっつけて終了。いやーなかなか熱いバトルでしたね。勝ったのか負けたのか、うん、すごいぞ、登山部がいたのか登山部がいたのか、勝敗はどっち、勝ちました。 55% 対 38%、 いやすごかったですね。まあ太刀魚といえば登山、登山といえば太刀魚ですからね。まあバケツこんな感じで、あんま使ってないからね、ちょっとうまく使えたか微妙なんですけれども、今回はこれで終わりたいと思います。まあもう一本あると思いますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。それでは、はい、さようなら、ありがとうございました。